ちげえぞ、斎藤はこの野郎。おい、泉。なあ、てめえ。この野郎。こくすぞ、この野郎。TikTok じゃねえぞ、この野郎。何アラブって攻め込んできてんねん、この野郎。っていうことっすね、うん、なんで、エロワンさん TikTok 始めてギャルとかにもモテてます。ギャルで、ちょっとギャル見せます。こういうギャル、どう、これかわいい。23歳どう、加工がえぐい。ただもうこの子がゼロリスの悪口言ったんで、もう関わりません。はい、このギャルがタクシーで来ました。会いたいとか言って、うん、ただゼロリス叩きがひどかったんで、もう、裏でやりましょう。まあでもリスナーの悪口言うやつはね、結構売名だったんだよ。売名しっかりと配信つけて、まあ200人ぐらい呼んでたから、うん、そうそう、売名にやっぱ来てたと、うん、ファンでもやっぱなかったから、ちょろいよね俺、ファンだっていうか信じちゃったから、うん、何かあった時はもうふわっちで配信します、うん、まあでも基本的に家凸はもう禁止なんで、はい、家凸はね、これ言っとくね、俺配信中ならこっちでね、まあ、来てもいいって言ってたけど、もうちょっと禁止します。はい、そうやって言ってる俺も良くなかったんで、なんでもうそういうネタは受けないんで、もう家凸は禁止です。よろしいですか。うん、やっぱ向こうはもうアイドルなんで、アイドル、こっちとはやっぱ違う、うん、やっぱアイドルっていう自覚をちゃんと持たなきゃなと思ったから、誰が、俺が一応、うん、向こうでアイドルやってるんで、うん、ダメなんですやっぱり。で、変にちょっと若くて可愛いから余計に荒れちゃうから、うん、だから本気でやっぱ信用して、あ、梢ちゃん来ちゃうわ、どうする。ちょっともうそれ説明しなきゃね。でも梢ちゃんの場合、梢ちゃんとガーコちゃんでしょ。で、意味が分かんないのが、ユージとユージの彼女も来るらしい。ユージも来るっていう、なんか、うん、よくわからないメンバーで来るん で彼女プニプニだっけ、うん、でもあのプニプニって子もとんでもない女だったね。ゼロワンさんのファンですとか言ってね、新大久保でなんか会いに来ましたとか言って近寄ってきてて、ユージもいたんだよ。ってことはあいつら付き合いながら女がゼロワンさんファンですって近寄ってきてたんだよ、売名のために。今思い出すととんでもなくない。で、誕生日会も二人で来てたでしょ。うん、多分その時からできてたよね、
それ2人セットだったからね、途中から一緒にカラオケ行ったこともあるし、その時もゼロワンさんファンです、好きですって言ってたからね。どう思う？そうでしょ、今思い返すと、でも光もワンライブ所属するんで、はい、ワンライブはもう誰でも入れる、もう会社になります。ただ社員になるって言ったらね、難しいけど、所属は誰でもできるんで、はい、で晴れて春子さんとかも所属できるから、向こうでナイスに憧れてるおじさん、スーパーナイスっていうのはふわっちで俺に憧れて真似事をしてたんだよ、過疎でも。わかる？それが TikTok に行って同じことやってバズってるんだから、結局元祖の俺じゃん。違う？言うてもルイージとかだって同じことしてるんだから、だって狛江が藤沢にねちょっとモラハラっぽいことするのも元祖俺だからね、言うなら、TikTok じゃないその上っていうか、ここ2週間全部勝ってるけどね、ということですね、はい。時代遅れってこっちでも今年入ってからしてないじゃん、してないよね、俺の中で女芸じゃないんだよ、ファンと会うぐらいは。俺の女芸っていうのはふわっちっていうサイトで恋愛をやっていく、だからマリオとミナミちゃんみたいな、あれこそが女芸なんだけど、女と絡むこと自体は別に芸でも何でもない、別に。ただずっとしてないでしょ俺、ね、会社作ってからあんな程度で済まないからね、俺の芸になると、結婚まで行くんだから、リアリティドキュメンタリー番組なんだよ俺の配信っていうのはね、女をおもちゃにして、まあもちろんおもちゃにもするけど、その分しっかりと売名してあげて自立していくでしょ、でそれが面白いけどって、もうそれはもうできないから、クルトの結婚もゲイだというのか、配信にやったら全部ゲイになる、ネタになるね、真剣に悲しくて泣こうが泣きゲーって言われる世界なんよ、そうでしょ、今会社ゲーやってます、会社ゲー、で最近最近やってるゲーは丸投げゲーだね、授業を大きくする上で丸投げして大きくしてるから、丸投げゲーもちょっと最近新しいパターンで、ちょっと前は警備芸とかも流行らせてるでしょ、だから芸の最先端にはいるんで俺は常にね、芸の最先端、でちょっともうコウキちゃん絡めないわ俺、もう TikToker だからもう意識変える、もう大阪でコウキちゃんマネージャー芸やれない、もう荒れちゃうから、アイドルだから、匂わせたいはいいけどね、別に男の絡みは、
いやもう女の絡みできないわもう。で TikTok でやめた方がいいって言うけど、やっぱふわっちでやってたって TikTok やらなきゃいけないから厳しいよねちょっと。だからもう変にね絡めない。ちょっと大きくなったってことよ。大きくなったら絡めなくなるでしょ。そういうことない。ちょっと腰据えて配信しないとね。お前は変われないよ。うるせえてめえ。口答えするな。口が悪いなお前。何やねんお前リーってやつ。口悪くない最近。TikTok に魂売ってプリコーの推しなんかつけちゃってな。何やねんほんま。おい、おかすぞてめえ。ねえ、あら。てめえは喧嘩売ってんだ。なめんなよ。マジでこういうのだけちゃんとやってな、ほんま。はい。読んだ。ちょっとよくわかんなくて。あ？契約書の書き方。契約書の書き方？書き方書いてたやん。すいません、契約書の書き方が分かんないんで、有能な社員募集します。有能な。まあ、理想はコヨくんみたいに高学歴配信者。はい。高卒？高卒か？マリオは。高校卒ですね。はい。俺とパルパル中卒、マリオ高卒、で、かやちゃん大卒。でも分かりますよね。高卒、大卒。関係ないからね。この4人見てたらわかるでしょ。高卒でとか大卒でどやってるやつね。全く意味ないからねあんなの。だって俺とかパルパルだって例えばなんかほんと偏差値低い高校とかなんていうのあのそういう ネット関係のとこ行けば別にね高卒っていう肩書き取れるからね。肩書きにしか過ぎないよ。言うたら。ケーピーありがとう。血液型何型ですか？O型です。でも O 型って言って嘘つくな。B 型だろうっていう人もいる。だから。どう思ってくれてもいいけど、そんな B 型っぽい O 型なんだけど、ひき肉です。夏丸ちゃんやめてね、ちょっとそういうコメントくだらないから。なんかね TikTok やってるとそういうミーハーなコメントに対応しなきゃいけないっていうそういうくだらないね。何笑っと何笑っと。なんかノリで古いちょっとカマキリダンスとかちょっとやったりとか本当にねくだらない、ボンジュールイソギンチャクですとかね何笑ってんのなんで37になってあんなクソガキの真似しなきゃいけないどう思う。何が面白いのあれ。確かに YouTuber で登録者数100万人ぐらいいるよねあれ。何が面白いんだろうね。でもちょっとマリオが元気になってきてるかもね。どう？そうですね。
元気になってきた？はい、吹っ切れました。吹っ切れました？はい、マジか。はい、マリオがちょっと元気になってきてます。早いってことはね、そんなもんなんちゃう？うん。で、今日ご飯は？僕は食べました。食べました？はい。俺は？食べてないです。なんかね、カレーが食べたい最近無性に、うん、もうカレーが食べたすぎる。で、ココイチ食ってるんだけど、さらにカレーが食べたい、うん、無性に食いたいね。刺激なのかな。まあ、ちょっと料理しようかな、うん、ちょっと痩せてきてるからね。93キロちょっと痩せたんよ、うん、言うて、うん、うん、痩せてね、痩せてきてるから。でどこがっていうか、お腹あんま出てないで、出てるけど座ったりしたら一時に比べてそんな出てない。ただね、最近やっぱアイドルやってるともうヒゲが大変、うん、向こうね、青ひげ目立つんだよ。こっちは別に気にしてなかったけどね。で、毎日剃るともう痛くて痛くてヒリヒリしちゃうんだよ。汚いとか言うけど、ヒゲがね、毎日剃るのがちょっと大変。今日毛深いでしょ。脱毛とかしなきゃいけないんかな。脱毛とか。もんじょり凸しないの？凸しないよね。クワヌシを呼んでチンコをしゃぶり尽くしてるじゃん。もう俺はね、あれを阻止する活動をしなきゃいけない。うん、だから俺が家に行ったらダメ。うん、もう家に行くなよ活動、うん、しないとどんどん餌食になっていくから。ナイスを例えば1000ナイス行ったらチンコをしゃぶらせるっていう、あの気持ち悪い活動をね、ジョリーさん、うん、何のナイス？いやだから売名してあげるからしゃぶらせる。売名ナイスじゃん。うん、で養分とかは別にそういうのはないんだよ。うん、するわけないじゃん。ジャニーだからジョリーズジュニアなんだよ。うん、ジョリーズジュニア。で昨日も言ったけど、魂売っちゃダメなんだよ。配信者魂ぶつけるもんだから、配信にね。なんで魂をぶつけず売るんだろう。ナイスで右下のね、まあ俺の枠ないけど拍手マークっていうのがあって、一人一票で、これを集めると1ヶ月頑張ると賞金が出るんよ。賞金がで3ヶ月エビゾウさんがその賞金だけで160万稼いでると。すごい世界でしょ。無料のナイスのポイントで160万稼げる。一番稼ぐ人は1位だけじゃないですよ。2位は80万円全部2位だとね。ただこれが大変で、もうみんな疲れてるよね。うん、で、これって理にかなってて、最近ね、いろいろ配信を勉強するんだよ。その勉強するっていうのは、配信者としてじゃなくて、運営側でね、いろんな話を聞くんだけど、やっぱり、運営さんが配信者に求めることって、
それはもちろん稼ぐこともそうなんだけど、配信時間ね、運営さんが求めるもの毎日の配信時間、そして1ヶ月の配信時間、これが大事になってくるんよ。うん、で配信者も配信時間が増えるとそこのサイトにやっぱ依存する傾向がある。でリスナーもその配信を見てる時間が長ければ長いほどその人にやっぱり依存っていうか見る傾向が強いから、うん、配信時間大切 でこのナイスのイベントっていうのは配信時間が必要になるでしょう。うん、だからナイスやろうっていう月は一生懸命やるわけよ。1日10時間でも、それがね大事になってくるんですよ。うん、理にかなってるんよ。うん、だからパルは短いから1位を狙える実力はあっても5位とかでしょ。うん、こんばんは毎日やらなきゃいけないしね。うん、でまさに海老蔵はナイスやってるうちにふわっち配信者になっちゃったんよ。うん、もはやふわっち配信者じゃん、あの人。うん、ちょっと違うでしょね、たまに来るキャス主たちと違うと。っていうことですね。はい、初見さんいらっしゃい、フォローしてくださいね皆さん、よかったら。はい、じゃあもうそろそろね、縁も竹縄なんで、あ、ふわっちミラクルボクサーでした。あはーちゃんね。じゃあやっぱふわっちのゼロワンが好きっていう人はね、最後アイテムお願いします。ありがとうございました。もう閲覧もトップじゃないんで終わります。もう養分の配信見てください。今日はあーありがとう、昨日も N ちゃんありがとうね。 N ちゃんエミちゃんゼロリスになってくれる？フォローしてます？あ、ミラクルボックスあります。あ、まこさん、まこさんあります。あ、ピスちゃん、ありがとうね。まあ、ふわちのイベントは10月まで出ません。10月も出ません。まあ、11月はわからないけど、まあ、今のところ出る予定ありません。はい。だみんなね、まったりしてもらって。みゆちゃん、ありがとう。ありがとうね。競技終わってからもちょっと、うん、頑張って。クミちゃん花火ありがとうございます。ありがとう。はい、こんばんは。1時間ももうすぐ1時間じゃん。もうアイテムいいですか？アイテムは最近ふわっち貯金始めました。ふわっち貯金で今30万ぐらい貯まりました。でこれは下ろす予定ありません。ふわっち貯金してます。こっちの収益は全部貯金してます。うん、期限あるっけ。まあでも1年ぐらいあるでしょ。じゃあね、さよなら。